日本鹿児島県鹿児島市大民級大民級は、鹿児島県鹿児島市の町底。郵便番号は892-0872。人口は2888人。世帯数は1450世帯。大民級1丁目から大民級3丁目まであり、大民級1丁目から大民級3丁目まで、全域で住居表示を実施している。 鹿児島開発事業団によって大民が丘団地として造成された住宅団地である。鹿児島市北部に位置し、吉野町に連なる吉野大地の上に所在する新興住宅地である。町域の西方から北方を経て東方にかけて、吉野町、南方に東坂本、坂本町が接している。町域の西端には、鹿児島市立大民球場学校が所在する。 市営住宅を中心とした新興住宅街であり、大民京急中央交差点を中心に、東西南北に住宅街が広がっている。大民が丘団地として、鹿児島市から委託を受けた、鹿児島開発事業団によって開発された住宅団地であり、1965年9月に着工し、同年10月25日に寄港式が挙行された。 開発者である鹿児島開発事業団が発行した、鹿児島開発事業団市28年の歩みによれば、大民が丘団地の開発により、鹿児島市の過疎地域として取り残されていた吉野地域の開発の突破口となることを期待されていた。同年12月から段階的に分譲が始まった。1970年には大民旧小学校が開校した。 1986年2月9日に大民が丘団地の区域において住居表示が実施されることとなり、それに伴い町域の再編が実施され、吉野町の一部より大民級1丁目、大民級2丁目、大民級3丁目が設置された。同時に大民級1丁目から大民級3丁目までの区域で住居表示が実施された。以下の表は、 国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。鹿児島大民級郵便局私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。